湘南ゴールデンエイジアカデミージョージコーチです。カズコーチです。いよいよサッカー上がりをマスターする時がやってきました。頑張ってチャレンジしてください。スポチャレ4週目の運動を紹介します。2週目にやった人でやったプルアップの運動を今度は鉄棒を使ってやってみます。腕を伸ばした状態から肘を曲げます。伸ばした状態から曲げます。もし一人でやるのが大変であればお手伝いを腰の位置を支えてあげながらやってみましょう。伸ばした状態から曲げる、伸ばした状態から曲げる、この運動を10回頑張ってみましょう。もう一つは足の振り上げの練習です。これも最初は陸で 1,2 順番に足を上げた運動を鉄棒を使いながら、せーの 1,2 真上に高く上がるようにしましょう。せーの 1,2 もう一度せーの 1,2 勢いよく上げられるようにします。プルアップの運動と足を 1,2 で上げる運動をつなげると、せーの 1,2 このまま逆上がりができるようになります。しっかり肘を曲げた状態を作りながら、せーの 1,2 と上げられると逆上がりができるようになります。では頑張ってください。さあ4週間頑張ることができたかな。これからもたくさん運動を続けて強い